芝吉雄2020年福袋を買う。おはようございます。おはようございます。おはようございます皆さん。いや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 、なんでこんなに興奮してるのか。めっちゃ興奮してますね。ああ、よっちゃんになってから、はい、芝吉雄になってから初めての試みなんですけれども、2020年の福袋を買った。まあ、もしかしたらこの放送は年内ではなくて年明けかもしんないんでね。ああ、まあまあ、うんうん、まあ最悪そっちにずれ込んじゃった場合言っとくんですけど、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、ね、今年もよろしくお願いいたします。2020年の運を占うっていう意味で、うん、福袋はね、やっぱりよっちゃん大事だと思ったから、いいじゃないですか。ちょっとね、ないお金ちょっと払って、お、うん、なんとか買ってみた。お、じゃあ今から芝吉雄、はい、2020年の福袋、はい、ここにドカンとね置こうと思うんで、はい、行きます。違う、もういい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 、今から福袋開くぞ。開くぞ。早く置けよ。いや、しまということで、はい、千葉市2020年福袋を買わせていただきました。はいはい。まあ、あの特徴的なのはね、2020年福袋って言うんですけど、はい、普通はね紙袋とかに入ってるんですけど、そうですね、これ自体がねちゃんとトートバッグなんですよ。はい。そう、一つの商品としてね、もう外観はこれで埋まってるわけですよ。素晴らしいじゃないですか。皆さん、こっからですよ。ここに夢が詰まってんの。お、服が詰まってる。そう、服が詰まってるの。これで中身が良ければ2020年千葉よしお安泰ですよ。とはいえね、うん、やっぱ福袋ですから何が入ってるか分かんないじゃないですか。いや、でもね、何が入ってるかわからないっていうのは確かに福袋の面白いとこだと思うけど、はい、やっぱりね、俺は先に言っとくよ、この段階で言うのもなんだけど、はい、俺結構今年ジェフに貢献したよ。自分で言っちゃうんだ。だからきっとね、何が言いたいかっていうと、あの、神様は見ててくれる。ああ、なるほど。だから1年のご褒美として2020年千葉よしおくん、これで笑顔になってスタートしなさいって言ってくれてるのが聞こえるの。神様からギフトが入ってるわけですね。そうだよ、神様に1万5000円をお布施したんだから。じゃあ早速中身を見ていこうと思うんだけど、はい、これが入ってたらラッキーとか、うんうんうん、これだったらまあ普通かなっていうところがやっぱあるわけ。まあ、ガチャじゃないけど当たり枠みたいなのがある。そう、当たり枠みたいなものがあるから、何が当たりなのかちょっとはっきりさせてからちょっと開けようかな。いいじゃないですか、うん、でちなみにその当たり枠ってのは何なんですか。今回2019年シーズンのユニフォームが入ってるんだけど、うん、レプリカっていうのは普通なんですよ、はい、選手の着用モデルが入っていたら今回は当たりなんではないかと。え、着用モデルっていうのは選手が着てたってことですか。なんかホームページ見たけど、あの、多少の傷、汚れがありますみたいなこと書いてあったってことは、おそらく。え、めっちゃいいじゃないですか。そうだろ、当たってもおめえにやんねえかな。え、くださいよ。なんでだよ。せっかくほらこうやって千葉よしおに一番貢献しているんじゃないかという、この僕がね、もらってもいいんじゃないですか。さあ、ということで中身を早速開けていきましょう。これ本当にね、よっちゃんね、ガチで見てないんですよ。いや、ガチだ。これをね、実際今開けたんですけどね、ジッパーね、うんうんうん、中身を見ずにね、手探りでちょっと取っていこうと思うよ、うん、はい、何点入ってるかも分かんないから。ああ、そうなんですね。うん、じゃあちょっと、あれ、なんだこれ。うん、これにします。手触り的には何なんですか。手触り的にはね、テルテルしてる。テルテルしてる。そう、テルテルしてる。じゃあ何だろうな。いきます。はい、福袋1個目、こちらです。バセン、クリアファイル。お、クリアファイル、いいじゃないですか。うん、クリアファイル、クリアファイルか。うん。なんでそんな不満そうなんですか。いや、不満ではないんだけど、何に使おうかなと思って。ああ、え、でも可愛いじゃないですか。そうね、あの、可愛いね、これね、うん、ね、シーズンチケットとかああいう書類とか保管するのにね。ああ、いいじゃないですか。いいと思う。これはありがたいですな。うん。はい、で2つ目いきます。はい。いやー、ご、これだな。大きい大きい。お、ちょっと大きい。お、大きい。うん。では2つ目です。こちら、バスン。え、なんだ。カレンダー。カレンダー。うん、カレンダー。うん、カレンダー。カレンダーか。いいじゃないですか。いや、違う。いや、いいんだけどさ、ありがたいんだけどね。2020年これカレンダーがないと今何日なのか分かんないからさ。そうですよ。全然いいんですけれどもね。はい、あの、ちょっと僕もう買っちゃったからさ。あ。あ、まあまあまあ、でもまあ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 、かぶりなんてよくあるんでね。まあまあ、カレンダーありがたいじゃないですか。ちょっと余ったんでこれそのうち誰かにプレゼントしようかな。ありがとうございます。うん、あげねえよ。なんでだよ。では第3弾いきます。よっしゃー、これで
出せ。あ、あ、これパーカー、パーカー、パーカーだね。おー、パーカーでございます。なんでもこのパーカーが確かね非売品で、ほうほうほう、福袋には必ず入ってるそうです。あ、もうここでしか手に入らない。そうそうそう、やっぱりこの寒い時期パーカーってすっげー使うから。あー、そうですね。あ、外に行く時もね、このグレーだったら合わせやすいし、うんうん、いいですね、色が。あとはもう最悪ちょっと外に着ていかなかったとしても寝巻きとしても使えるし。そうですね。あ、いいじゃないですか。 ありがとうございます。では続いて第4弾。はい、そろそろ来るぞ。お、そろそろ来るぞ。お、ん、ん、コンコンしてますけど、こちらです。え、何、箱なんだけど。箱だ。これなんだ、なんか書いてないですか。あ、マグカップ。おー、マグカップでございます。ね、ほら見て、ネズミだ、見て、やっぱ来年ネズミ年だから、もはやこれ、え、ジェフィーかこれで、こちらのマグカップも非売品で、あの福袋でしか手に入らない。これにジュースを入れて、うん、あのチューチュースーなんてね。では続いて第5弾いきます。はい、そろそろ来るぞ。お、あ、なんだ、ちっちゃいな。ちっちゃい、あ、ちっちゃい。こちらです。バセン。何これ、何これ。あ、キーホルダー的な。そうだね、キーホルダーだね。あ、チーバくんだ。あ、チーバくんなんだ。そう、チーバくんがジェフのユニフォーム着てる。すごい。いや、これは逆にレアだな。え、そうですね。うん、これはレアだ。あのね、556円税抜きって書いてある。値段は言わなくていいよ。あ、そう、あ、そう。では第6弾参りたいと思います。はい、いや、もう残り少ない感じだな。お、うん、そろそろラストですか多分ね。うん、でもまだほらお目当てのもの出てないから。そうですね。うん、でもね、これちょっと肌触りで分かっちゃった。おう、うん、これはね、タオルマフラーですね。あ、はいはい、ほいし、ほら、タオルマフラ ー、 おーね、ほら全部グリーンだからスケスケ。あ、逆逆逆ね。いいじゃないですか。うん、ただね、あのこのスタジオで撮ると全部透けんだよな。そうですね、緑はね。うん、しょうがない、しょうがない。いや、でもこれをね、来年ちょっと巻いていこうかな。お、うん、去年のユナパー祭りでこれゲットしたけど、やっぱ1年巻いていくとくたってきちゃうから。そうですね、来年はちょっとこれ巻いていこうかな。さあ、ということで、おそらく次がラスト。お、狙うわ。これ狙うわね、はい、そうね、あのやっぱ選手だったら誰でもいいっていう気持ちはあるけども、うんうんうん、やっぱり僕は今年千葉に貢献したから、はい、うん、やっぱり雄斗選手のやつが欲しいなと。あ、なるほど、うん、な、入ってないと思うけどね、まあ、入ってないと思うけどね、はい、うん、じゃあ引いてみましょう。はい、では最後の、ああ、もうこれ完全そうだね、ビニール入ってるからもう中身はシャツですよ。ああ、そうですね。では参りたいと思います。こちらが2020年の千葉よしおの運命を決めるシャツでございます。おー、バスー、あれ、ファーストだ、ファーストだ。の、え、え、え、あれですか、オーセンティックってやつですか。いや、まあ、うん、お、いや、オーセンティックではないんじゃないかな。うん、うん、ポリエステルって。まあやらかしてんな。いや、いいんじゃないですか、いいじゃないですか。やっぱね、一番最初のね、ファーストのユニフォームですから、今年のジェフはこれから始まってるわけですからね。逆に考えましょう。いいものがね、他のね、こうサポーターの皆さんにね、行き渡ったということですよ。なんで俺に来てんだよ。おかしいだろ。本音ダダ漏れじゃないですか。おかしいだろ、なんで俺にくれねえんだよ。冗談じゃないよ、冗談じゃない、冗談じゃないよ。まあ、ある意味持ってっかもしんないけどさ。いやいや、さすがにちょっとこれはあれだな、せめてなんだ、ネイビーとか欲しかったっていうのが本音だな、よっちゃんな。そうでしょうね。でもいいよ、でもいい、うん、うん、なんだ、僕がこれで
優斗選手だったり他の選手の着用ユニフォームみたいなやつをゲットしてしまっていたら、うん、きっと本当に楽しみにしていた子供たちが、うん、そうね本当に僕が手にしてしまっていたらきっとそうね、なんだ敗北感これ。言葉出てきてないじゃないですか。実は結構ショックでしょ。ちなみにこっち側はすげえ楽しいです。まあ、番組としては、うん、いいんじゃない、こっちの方が。そうですよ、吉尾さん的にはどうか知らないですけど、そうそう、番組的にはめちゃくちゃ面白いですよ今。そりゃそうだよ、だって俺がね俺がね選手着用モデルを手に入れちゃったとしたらさ、なんでお前なんだと。そうですね、ね、本当に楽しみにしてんの俺らだぞってね、怒るキッズたちもいるかもしれないから、はい、うん、丸く収めますね。そうですね、うん、これでいいと思う、いいと思う、いいと思う、うん、ただ、うん、二度と変わんぞ。やめなさい、やめなさい。さあ、ということで皆さん、はい、お送りしてきました千葉よしお福袋を買うでございましたけれども、はい、見て、こんなに素敵な商品がね、たった15,000円、お、うん、たった15,000円を払うだけで僕の元にやってきてくれました。いや、これは本当に一重に感謝でございますし、本当になんて言うんだよ、試合もないのに僕はユナイテッドパークに朝9時からね、並ばせていただいて、極寒の中さ、そうですね、うん、並ばせていただいてね、すごく寒い中一生懸命待ってね、これですって渡されて、あ、これでいいんだ、これきっと入ってるんだと思ってね、僕は3日間ドキドキして過ごしたわけですよ。うん、うん、やっぱりね、でもその甲斐あったな、うん、うん、そうですね、うん、ただ一つだけ言えるのは、ちょっと、もうちょっと、もうちょっとさ、もうちょっと、ちょっと、よっちゃん自身なんだ、うん。報われたかったなっていうちょっと欲があったかな、うん、うん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 、頑張りが足りないんじゃないですか、あ、頑張りが足りなかったんじゃないですか、あ、ぶん殴るぞ。ということで、皆さんの元には一体どんな服がやってきましたかね。僕と同じようにレプリカだったという人がっかりする必要はないんですよ。やっぱりね、我々の望みというのはジェフというクラブが活躍してくれて、我々の目標である昇格 J1 復帰みたいなものを叶えてくれた時に、きっとこの思い出もいい思い出になってると思うから、うん、決して悲観せず2020年引き続き僕と一緒に応援していきましょう。そしてオーセンティックつのかな、ね、選手着用モデルが当たったそこの君、うん、おめでとう。顔見えよ。悔しいんだよ。なのでね、まあ、2020年の福袋、限定で300個っていうことだったので、はいはい、まあ、そのうちの貴重な、1個を買わせていただきました。うん、中身自体は、やっぱり15,000円っていう値段以上のものがやっぱり入ってると思うので、非売品も入ってるんですか、ね、そうなんだよね。非売品も入ってるし、やっぱり今年ね、ユニフォームちょっと逃しちゃったって方にうってつけの商品だったと思いますので、うん、2020シーズンも、このグッズたちと一緒に、しっかりと応援していこうと思うよっちゃんでございました。うん、では、一番最後に言うこっちゃねえけれども、はい、今や都市伝説と化した日向くん、はい、よく来てくれました。そう、来ました。うん、最後に何か言っときな、今シーズン全然来なかったんだから。では日向くんお願いします。2020年は